ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。では、今回はコメントを読まずに、ボス戦手前なんでね、ボス戦に集中していきましょう。おやおや、こんなところまで追ってくる者がいようと。確か、あなた方は以前、マイエラ修道院で出会った。トロデオの従者たちでしたね。なるほど。この私を倒し、主の呪いを解こうというわけですか。見上げた忠誠心だ。しかし、今の私には迷惑極まりない。身に余る魔力に、体が耐えきれなくなったのでここで殺して癒していたというの。これも絶大なる力を手に入れた代償なんでしょうかね。まあいいでしょう。けれど悲しい、悲しいな。だってせっかくこんなところまで来たというのに、その願いも叶わぬまま、みんなこの私に殺されてしまうのですから。はい、ということでドルマ決戦です。あの水の中気持ちよさそうだな気持ちよさそうだね。さあ、じゃあ速さを普通に戻して戦闘行きましょうか。さあ、戦うか。戦闘のイメージはね、できてない全然。なんか嫌な予感するわ。まずは溜めます。あ、溜めるくらいだったら高速でやってもよかったな。ちょっとミスったな。さあ、ドルマゲスが3人に分身します。瓦礫を投げつけてくる。これが強いんだ。あー、分散したね。これありがたいですね。たまにね、ジェシカって来て死ぬパターンがあるんだよね。それが怖いんだよね。防具とね、武器が整ってないから、これ結構やばい気がします、正直。溜める。ピオリも撃ちます。凍てつく波動相手持ってるんで、あー、ベホマル撃っときます。オーケー、撃っといて正解。来い、ジェシカ来い、ジェシカ。ジェシカ、ピオリも先撃て。おー、ククール先撃った。オッケー。テンション上がってますんで、回復量が多いですね。ありがたいです。54か。結構食らうな。ピオリム。かまいたち。60くらい食らう？食らうね。凍てつく波動あるからな。怖いんだよな。溜めます。溜めます。ククールも回復に備えてもいいし、スクルトでもいいんで溜めます、ここは。凍てつく波動あるから、溜めたスクルトはもったいないかな。ここ凍てつく波動来たらえぐいな。フラグじゃないよ。やめてくれ。マゲスさんやめて。オッケー。あと一人。よし。これはうまい。あ、いや、ヤンガスかよ、よりによって。悲しいな全然声違うな。悲しいなちょっと違うな。ちょっと高いんだよな、俺の声の方が。声に太さがないんだよな。バイキルトでいきます。ヤンガス回復させます。うん、やっぱジェシカが先に動くよね。そうだよね。これはうまいっすね。テンション50のサミダレ好き。ただ、誰に行くか分かんないからな。だからね、ヤンガスなんですよ。ヤンガステンション50、バイキルト、蒼天魔山が600くらい食らうはずだから。あ、これいいっすね。無知で全員。あ、目が覚めますね、ヤンガスね。ありがたいっす。悲しい、悲、ちょっと、もうちょっと聞かないとダメだな。溜めまーす。ヤンガス多分、ダメでしょ。バイキルト撃ってもな。もう一段階溜めましょうか。ここはベホマラ行ってきましょう。結局スクルト撃ってないんだよな。あ、ベホマラすごいありがたい。これは覚えさせて正解だった。
全体回復魔法がね、あるだけで全然違うんでね。あと、ククルの MP だよな、問題は。回復薬は MP 枯渇しやすいからな。67。68。いてつかはどこないっすね。ありがたいですね。誰だ？ああ、ククルか。ワンチャン主人公が回復役に回んなきゃいけない。瓦礫が2回来ちゃうと、死ぬんで、ゼシカが。た、ここは回復じゃなくて、ん？今20溜まってて。もう1溜めていいのか。いや、もう1溜める前に先にヤンガスに、いや、溜めだな。これは溜めが先だな。いてつかハード来る可能性の方が高いからな。もったいないですね。アベホマにしとけばテンション下げずにあれできたのか。もったいねえな。ただ50溜まったんで。ゼシカ、お、ナイス。その回避はうまい。いいね。ククール、復活。ちょっとベホマラ打ちたい感じだよね。溜めます。ヤングス溜めます。そうですね。ここはイオラでいいでしょう。イオラ、ベホマラで。いいダメージ入るんじゃない？ 300 くらい。いいね。真ん中 A ですね。ドルマゲス A を狙っていきます。集中的に。個体数減らしたら勝ちなんで。3が2になれば楽になる。2が1になったら確定勝利なんでね。5。これで50っすね。53。いいよー。ベホマラ、うん、全然 OK。回復してもらう分には全然問題ないっす。それより、イテツカードやめてね。よしよし。主人公に来い。あー、そうなったか。すると、ククル。これはベホマラ撃たないとダメだな。溜めます。蒼天魔山を A に入れて、バイキルトを、ヤンガスに撃ちます。で、ベホマラで。来い。ゼシカ先に動け。よし、行こう。これは入るよ。いいダメージいくよ。刮目せよ。蒼天魔山。どうばしゃ。オッケー、いいダメージ。762。素晴らしい。やばい。ゼシカ狙われてる。あ、ここで来たね。凍てつく波動。来ましたね。かまいたち48。どうかなこれ。主人公を回復に回して、溜めて、溜めて。逆か。いいんだ。溜めて、溜めて、溜めて、ベーホイミゼシカかな。俺のが笑い方が魔女っぽいな。もっと高らかに笑わないとダメだな。さすがオベイロン。違うな。笑い方の、やっぱ品が違うよね。さすがだわ。ダメだな。自分じゃこの高笑いはできないな。あの、演技だし、演技っぽいあれになっちゃうんで、どうしてもね。溜めて、コカピオリも一旦撃ちます。スクルト撃つ余裕ができたね。ありがたいですね。これスクルト一回入れるとだいぶ違うんでね。っていうか、めっちゃ攻撃食らっちゃったな。まあ、いいか。スクルト。そうですね。そうだな。多分、一体あたり、ヒットポイント量がおそらくですけど、1200とかだと思うんで、予想ね。ここ、サミダレ好きで、攻めて溜めて、イオラ撃って、真ん中 A 潰しに行きます。ベホマラ。A ワンチャン死ぬ。多分あと150くらいなんだよ。サミダレ好き入ればワンチャンある。ククル MP105 か。無理できないなぁ。 A に行け。20来たね。あ、50来たね。かまいたち。そうですね。ここはかまいたちと無数の無知。これはベホマラ一発撃たないとダメですね。
あと250くらいか。そうですね、ここは、貯めます。特技、蒼天魔山を B に打ちます。で、バイキルトはかけます。かけた方が強い。で、バーキ野郎一番最後だとコマンドミスるとそうなんだよなぁ。もったいねえなぁ。悲しいなぁ。ドーン。あれ？なんで？あれか、文春はヒットポイントもしかして低かった？これ。先に B と C 狙うべきだったのかな？ちょっとミスったね。貯めます、貯めます。あ、いや、ここは、雷光一閃突き、大魔神斬り、イオラ、ベホマラでいきます。ちょっと賭け気味になってきてるけど、A 倒せると思うんだ。あとちょっとだと思うんだよ。あ、ちょっと攻める、ここは。よし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 。何？耐えるか。わっしょい。うん。まあいいでしょう。ベホマラー。あー、100切ったな。ちょっと不安だな。凍てつく波動か。テンションが無数の無知と。なるほど。ここは全員攻めに転じます。あー、ヤングスが。ここは、サミダレ好き。イオラ。攻めたいんだけどなんかあるか？ないか。じゃあ、はやぶさ切りで。うん、いいダメージ。76は十分。二人で120くらい組むね、これでね。うわ、ええ、意外と落ちねえな。予想外れてる？あ、これ全然ダメだな。あと800くらいもしかしたらあるな。素直に貯めます。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 ベホマラーでテンション使うことになりそうだな、でも、ククールは。ヤンガスは眠っている。かまいたち。ヤンガスに来い。いやー、これはまずい。いやー、きついな。あ、でも、眠らして起こしてくれた。優しい。貯める、貯める、貯める、ベホマラー。これククール眠んなかったのうまいっすね。テンション的な意味で。MP85 か、ちょっと怪しいなぁ。そろそろ終わらせたい、正直。20まで来たか。これはちょっとイオラで攻めようかな。5。5。よし、行くぞ。ここは攻める。サミダレ、サミダレって蒼天魔山って、イオラって、ハヤブサル。頼む。これもいいダメージ入るでしょ。C が先に落ちたか。やっぱ分身左右の方があれが少ないですね。ヒットポイント低いですね。よし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 。いいぞ。やりますね。あなた方がここまで戦えるとはちょっと意外でしたよ。はっはっはっは。もし私が体を癒している最中でなければもう少し楽に殺して差し上げたのに。仕方ありませんね。さあもう終わりにしましょう。悲しい、悲しいな。あなたたちともこれでお別れかと思うと悲しくって仕方がありません。これでも加え。未来エゴ、茨の中でもだえ苦しむがいい。
なぜだ、なぜ聞かない。お前は一体面倒だが、どうやら全力を出さねばならないようだな。この虫けらどもめ、二度とうろつろできないよう、バラバラに引き裂いてくれるわ。